皆さんこんにちは、小山のるちです。どうもコスケです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回はサモンズボードやっていきたいと思います。はい、はい、ということでサモンズなのかなんて言うんだ、春制祭。はい、春秋制祭、わからんわ。とにかくわからんわ。すごい秋のあれだね、はい、あのスポーツの秋にちなんだキャラクターが今登場しております。はい、今回追加されたのは、まあ、去年も秋のシリーズでガチャあったんですけど、うん、今回は、2体追加されてます。まず、はい、レテノール、レテノールのこれはなんだ、ラクロスか。これね、あのラクロスだね。大体女の子は大学から制服が可愛いんだよ ね、絶対スカート履かなきゃいけないみたいなね。スパッツ履くけどねみたいな。あ、スパッツ履いてるけど、そのうちはねはい、でまずリーダースキル、ド根性ですわ。変えるかな。 HP タイプの味方は攻撃力が4倍、デボで4倍で HP が2倍で、スキルアタックタイプの味方はダメージのスキルが4倍と、うん、ってことは HP、スキルアタック H スキルアタックが入ってるね。そうだね、その2人、その2タイプをかけた属性がいいかなと思います。うん、そして、シュートトリップ、はい、9回追尾の水属性、水属性大防護貫通ダメージ、水属性大、これ防護貫通ダメ、防護貫通大ダメージってことかな、うん、はい、大防護貫通ダメージどんだけ壊すんやんっていうね。で前方、横3列の�敵に水属性攻撃力150倍、はい、結構強いな。なんだ、強いじゃねえか、はい、あー、ただ彼女の場合はデフォの攻撃力がちょっとあんま高くないわ。なるほど、 HP タイプだけあって本当だっていうところでのこの150倍でしょ。まあだからでもエンハンスとかかけるようなキャラがいれば、そうだね、ちょっとね、うん、爆発力が、はい。そしてもう一体、うん、来た、アテナ、はい、神様、これラクロスかな。神様もこれもラクロスじゃないですか。テニスにしては長すぎるしね、うん、でもテニスって自由らしい長さ。あそこ確か、ね、そうなの。ある一定のやつだったらなんかサイズは、うん、なんか幅があるから好きなようにできるみたいなこと。なんかわかんない、あのテニプリの話だった気がするから。テニプリだったらちょっと不安だなテニプリは不安だよ。だってあれ白馬で打てるゲーム打てるゲームっていうか打てる馬だし、あれもうスポーツ漫画じゃない、スポーツアニメじゃないからね、うん、あれもう完全にあのもうバトルアニメだから。バトルアニメです、技のね押し付け合いですからはい、でこちら、リーダースキルなんですけど、ゴールは任せ、あ、キーパーなのかな。はい、でアシストタイプの味方はダメージトラップの力が8倍、ダメージを 50% 軽減、うん、あ、これね高い。このダメージトラップの力8倍は多分今まで5倍とか6倍とかだったのが8倍ってのは、あ、じゃあもう完全特化した、多分もうダメージトラップの威力にそのまさに特化してるキャラなんじゃないかなと思います。うん、そしてスキル、前方横3列の HP タイプの味方が1ターン内で攻撃力が5倍、うん、で、自身が7ターン内で残り HP100パーダメージをブロック。さっきのレテノールとの相性はまあ良さそうだね。うんうんうん、で自身はかかんないのか。自身は威力上がんないっぽいね。自身は上がんないんだ。おそらく。じゃあ完全にこうちょっとこうサポート的な。うん、キーパーっぽいね。うん、そういう面でも。なるほど。であとはあの私このアキフォンセ、アキキャンサー両方持ってないんで、うん、まあこのなんていうのかな。今回ピックアップされて4体、はい、だったらもう正直何でもいい。他はね多分持ってる、はい、まあでもしかもこれ今回ねあの回数が決まってる分で引けば、そうだね、絶対この2体は出るのねフォンセが一番低いね確率。フォンセが出ないっすね。なるほど、まあ、フォンセ来たら当たりぐらいの、そうだね、感じで。ぶっちゃけこの2体は55回引けば両方とも当たっちゃうから、うん、よし行くぜ。お願いします。いけ。あ、呼び込んでるよだいぶ。確かにこの2体に、この4体に関しては、お、見たことないから。星6でしょ、しかも。7じゃないもんね。あれ、7じゃね、進化してるのは多分7だよ。そうか、うん。あら。はい、はい、はい。はい、はい、はい、無難に行くよ。もう終わりですね、これね。うん、心も終わりですね。はい、次、はい、次。はい、次。さあ、あと22回でゲット。それまでに、これ被ったやつだね、でもね。できれば秋フォンセかね。あ、そうだね、そうだね。いいよね。もうここで全部出てくれれば、それでいいんだけど。さあ、星7。おっと、おー、早かった。溜めないパターン、食い気味だったね今完全に。俺らが言ったから変えたのか、仕様をトントントンしますみたいなマジ食い気味だったね今の。はい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 みたいないいんですかみたいな、うん、いくよ。はい、これでとりあえずもらえるとアテナは。はい、はい、アテナゲットですね。お、ウィフェルト出てる。お、いいですね。あ、まあいいでしょう。それでは、あれだね、結構。
まあいいでしょう、まあ、見なくてもいいでしょう、うん、はぁ、あ、デロシこれ出てほしいわ。キャンサーか、せめてキャンサーもしくはフォンセ。キャンサーは割りかし高い方だから、うん、1.2 ぐらいあったのかな、さっきから。そう一旦出てなくて、ズドン、マジやばいよこれ。最低保証だけかもしれない、その2体のマジでひどいよ。マジで最低保証で終わる可能性高いっすよこれ。ラストだね、だから。はい、もう回さねえよ俺これ以上。石はいけるけど、確かに。ちょ、いいってもう、いいって。なんかおおおおおおい、やばい。まあまあでもね、一応出る、ではで、ではするから、ではするから。すごいことな。いやでもこの保証があってことですよ、やっぱり。いやそうっすね、そう、こうやって保証があることによってキャラクターを、あの、なんていうのかな、あたかもこうガチャで引いたように見える。うわー、引いた。おじゃ、キャット。さらにもう一体ね、はい、レテノルの方も手に入れましたと。おっしゃ、おっしゃ。まあ、レテノル結構強いんでね。そうですね、うん、55が引く価値はあるのかな。ああ、あると思いますね。はい、まあだから天井が設けられてるシリーズは、うん、正直引いといた方がいいとは思う、うん、まあタイミングもいろいろあるんだけど、その節目ってやっぱ結構あるから、うん、その年末年始だの、うん、周年だの、あとてかそれぐらいかな。あとはまあそのアンケートとかさ、うん、総選挙とかもあったし、うんうん、ああいうタイミングに次ぐぐらい俺は引いた方がいいんじゃないのかなとは思っている。僕はね、だから言えますよ、この天井ではなかったですけど、はい、こういうので来たのがあのゴールデンイフペレですから。ああそうだね、そうゴールデンウィークの急に来たから、うん、だからもうこの時意外とこのキャラがちょっと後で火を吹く可能性もあります。ありますあります、うん、まあ、ちょっとあのゴールデンの世界はちょっとまた別格だけど。あ、ちょっと別格だな。いやもう完全ジョジョのジョジョみたいな強さ。ジョジョみたいな強さ。あれでいっちゃうんだもん。確かにね。ね。ホロドゥールを。はい、皆さん気になる方はね、概要欄にあのリンクのしとくんで、はい、コウスケが検討している姿を見てください。はい、という感じで今回の動画は以上となります。うん、それではまた別動画でいい。バイバイ。